皆さんこんにちは、スマホのコンシェルジュです。今回はバッテリーに良いこと悪いことというテーマでお話しさせていただきます。私たちスマホのコンシェルジュでは、スマートフォンの使い方に関して画面を見ながら一緒に操作できる初心者の方にも優しい動画を多数配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマホのコンシェルジュでは、最近、 スマホの電池の減りが早くなった気がするというご相談をいただくことがあります。皆様の中にも同じように感じている方がいらっしゃるかもしれません。スマホの内部にはこのような充電式のバッテリーが内蔵されています。このバッテリーは性質上充電と使用を繰り返すことで徐々に 蓄えられる電気の量が減っていってていいしまいます iPhone を製造している Apple によると、500回充電すると新品のバッテリーの80%の性能になるとのことです。500回というのは、1日1回充電するとして500日、1年半程度ですので、そのくらいから 電池の持ちが悪くなってきたなと感じ始める方が多いかと思います。さらに3年ほど使用すると朝満タン状態で家を出てもお昼過ぎにはもうほとんどバッテリーが残っていないということにもなります。スマホの劇的な進化に比べてバッテリーは進歩が遅いと言われています。確かに 昔からバッテリーは2年程度で寿命が来ると言われていましたが、今でもそこはさほど大きく変わっていないように思います。充電と利用を繰り返すと電池が劣化していくのは仕方がありませんが、少しでもこの劣化を遅らせる方法がいくつかございます。当講義ではその方法をご案内していきたいと思います。少しでもスマホを長く使ってあげるために、 適宜取り入れれていいただければと思いますまずバッテリーは充電と利用を繰り返すと劣化していきますので充電の回数自体を極力少なくするというのがまず大きな一つのポイントとなりますもちろん電池残量が少ない時に充電してはいけないということではありませんが70%など余裕のある時に充電ケーブルに足すのは極力控えてあげると バッテリーへの負担を和らげることができます。特に購入したばかりの時は夜寝るときに充電するというだけで十分かと思います。また、バッテリーの減り自体を緩やかにすることで充電回数を減らすことにつながりますので、そちらも頭に入れておきましょう。まず、やはり高性能なゲームや写真撮影など、 スマホの性能をフル活用するような機能は、概して消費電力が大きい傾向があります。皆さんもこれらを使用している時に、スマホが熱くなってしまった経験がある方も多いかと思います。こうした熱を持った状態は、バッテリーにもいい環境とは言えませんので、我慢する必要はないと思いますが、電池残量の少ない時には注意しましょう。 不要なアプリの削除も有効です。インストールしてあるアプリは見えないところで自動更新作業を行っている場合があります。こうした動作を個別にアプリごとに制御することもできますが、利用頻度の少ないアプリはそもそも削除しておくのが容量の削減にもつながりますのでおすすめです。また、このように アプリが見えないところで更新作業などを行うことをバックグラウンド更新と呼びます。また、スマホの画面が光っている状態は電池を消耗します。操作が終わった時はきちんとスリープ状態に戻しましょう。画面をつけっぱなしても 操作せずにいると2分程度で自然とスリープ状態に戻る設定になっている方が大半かと思いますが、誤操作を防ぐためにも操作した後はスリープ状態に戻しておきましょう。スリープ状態でないままカバンに放り込んだりすると画面に知らずに触れてしまい、どこかに電話をかけてしまうといったことも起こり得ます。また、スリープ状態にする際は、 電源ボタンを長く押してしまうと電源を切ってしまいますので、電源を切らないようにご注意ください。バッテリーの残量をスマホの画面右上にパーセンテージで表示することもできます。すでにこの設定になっている方も多くいらっしゃるかと思いますが、まだ設定されていない方は設定しておくのがおすすめです。 必ずしも正確でないこともあるようですが、わかりやすい目安になります。iPhone での設定方法です。設定アプリを開いて、少し下にスワイプすると、バッテリーという項目がございます。次の画面で、バッテリー残量パーーセンテージというスイッチをオンにすることで設定完了です。 また iPhone ではこちらのバッテリーの状態をタップするとバッテリーの劣化具合を教えてくれます残念ながらこちらの iPhone は著しくバッテリーが劣化していると案内が出てしまいましたここのリンクから Apple にバッテリー交換を申し込むことも可能ですちなみに Apple の正規店で保証が切れた iPhone のバッテリーを交換しようとすると 機種により約6000円から8000円の費用で交換することができます。続いて Android では設定アプリを開いてバッテリーや電池という項目を探しましょう。次の画面でパーセント表示に関する項目がありますのでこちらのスイッチをオンにします。 スマホの調子が悪い時などと同様、極端に電池の持ちが悪くなったと感じた時は、一度再起動してみることをお勧めいたします。目に見えない不要なデータなどが掃除されることで、電池持ちが改善する場合があります。最後に、充電の方法などについても、 バッテリーの寿命に関わる部分がありますので、いくつかご紹介いたします。まず、充電しながらスマホを利用するのは極力避けましょう。充電中は熱が発生しますので、さらに操作で熱が高まると、バッテリーに悪影響を与えます。また、100%満タンまでバッテリーを充電するのも、バッテリーに負担がかかると言われています。 可能であれば80%前後で止めておくのがベストと思われます。しかし、夜寝る前に充電しているという方は、実際満タン前で抑えるのは非常に難しいかと思います。翌日、いざという時に充電が足りないという方が深刻ですので、そのペースを崩してまで守る必要はないかと思います。また、 昔は電池が空になってから充電した方がいいと言われていましたが、今の技術においては逆にバッテリーにダメージとなるようです。以上、バッテリーを長く使うための方法でした。現在のスマホは機械自体が壊れるということはあまり聞かなくなりました。つまり、 スマホの寿命はバッテリーの寿命次第になったと言えるかもしれません。神経質になりすぎてストレスに感じてしまっては元も子もありませんので、まずは自分が意識しやすいところから心がけてみていただければと思います。操作し終わったらきちんとスリープ状態に戻す。充電中の利用はできるだけ控える。たまに再起動をしてあげるといったところが簡単かもしれません。 ぜひバッテリーをいたわって今のスマホを長く大事に使っていただければと思います。当講座は以上となります。スマホのコンシェルジュでは引き続きこうした動画を配信してまいりますので少しでもためになったと感じてくださいましたらぜひこの画面の下にあるボタンで高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。 ご清聴ありがとうございました。